工芸とは、高度の熟練技術を駆使して作られた美的器物、またはそれを制作する分野、応用美術、装飾美術などとも言う。材料や技術に指定はなく、すべてが該当するが、工業生産と美術を結びつけ機能性を重視したものは、近代工芸と呼ばれる。他、産業や工業につながらない、干渉性を主体に美術面を重視したものは、 絵画や彫刻と同様の展開を見せており、また、両者のいずれの傾向にも加わらない、古来の手工芸の分野も、再評価され、世界的に成功を見せている。工芸は、今日では大量生産など工業手法の発達にも、よって、一般向けの安価で実用のみを求める器物は、大量生産品でまかない、特に趣味性や衣装性、 あるいは美術性が求められる分野などで多大なコストをかけて制作される器物を工芸品、それを作る行為を工芸といった具合に住み分けが行われている。ただ、時代を遡り、産業が今よりもっと素朴であった頃には、すべての工業製品は、家内製紙工業、マニファクチュアなど、職人が一点一点制作するものしかなかったわけで、この時代においては、趣味税や、 美術性を求める高価な工芸品から実用一辺倒の安価な工芸品まで様々なものが存在していた。現代における工芸では、それを制作する行為そのものを実利を求めない趣味と位置づけて行うもの、あるいは高度な美術性を実用品に盛り込むための創作活動、また伝統文化として過去の伝統工芸の工芸技術の伝承、復興などが行われている。 また、過去に一度衰退して失われた工芸技術の再現などの活動も見られる。いずれにしても、工芸はこと伝統産業などの確立された分野では、ある程度の分業体制が取られることもあるが、いくつもの工程を一人の職人が通して行ったり、ものによってはそのほとんどを、独力の手作業で製品が作られる。趣味によるものはともかくとしても、業態としての工芸では、 素材の選定から様々な工程において人件費が多くかかる傾向にあり、ゆえにその製品も高価となりがちである。しかし工芸によってなされる高度な美術性や成功さ、あるいは素朴であったり、個性的であったりといった要素が好まれ、これに対して対価を惜しまない愛好者、高図家などに求められている。かねてから美術性を求めた高価な人品々から、 実用一辺倒の安価な量産品まで様々なものが存在しており、干渉に耐えるものを上手物と呼び、簡素な一般向けのものを下手物と呼んでいた。江戸時代には実用品を作る職人は仕事を求め、渡り職人として様々な土地へおき技術を広めていった。現在の新潟県つばめ市では、仙台からの渡り、職人により、追記動機の技術がもたらされ、 現代でも玉川道が技術を受け継いでいるなど、地場産業へ影響を与えた例がある。近代工芸の本格的な研究と産業育成は、1928年に商工省が宮城県仙台市にある仙台陸軍幼年学校の跡地に国池太郎を所長とする国立工芸指導所を設立したことに始まる。これは商工省の官僚だった岸信介とその上司で、 宮城県出身の吉野信二が世界恐慌で悪化した地方の経済対策として打ち出したとされる。指導書はブルーノタウトなどを指導者として招聘し、工芸に携わる技術者を育成した。また県持ちなどが研究者として在籍していたほか、工芸ニュースを発行し、工芸の紹介なども行われていた。1940年に本書が東京に移転され、指導書が 各地に設立。1959年には産業工芸試験所となり、工業技術の研究も行われるようになった。しかし1967年に工業技術試験所へ改祖されると研究は工業分野が主流となり、国主導の工芸研究は終了した。なお同所は後に産業技術総合研究所へと改祖されているが、2018年現在まで。 工芸やデザインの研究は行われていない。仙台の指導書も山荘県東北センターに統合されているが、設立当時の資料や試作品が保存されており、東北センター内の工芸試作品展示室で展示されている。また指導書の跡地に建てられた仙台市立宮城野中学校の敷地内、近代工芸発祥の地を記念したプレートが残されている。 伝統的な民具など、実利的な使われ方をしながら、世代を超えて使い続けられたものの中には、骨董品として現存するものも少なくなく、いわゆる生活骨董の分野ではこういう時代を経て利用されてきた工芸品を珍重、高値で売買する市場も存在する。ガラス工芸の技法金細工職人、銀細工職人、銅細工職人等が金属素材に、 様々な金属加工法を施し、芸術的要素を加えたもの。例、自在置物や甲冑、つば、投稿による刀刀等。日本近郊の歴史や良い時代に、中国大陸、朝鮮半島より九州へ伝わった、近郊品に、剣、矛、鏡などがある。世界的な近郊技術進歩よりかなり遅れて、日本に入ってきたことから、制銅器とともに、鉄器も、 同時期に流入したと推測される。その後、再起としての銅卓、銅鏡などを中心に日本独自の発展を遂げた。金鉱の技法指輪やネックレス、ペンダント、イヤリングなど衣類と合わせて身を飾るため、金細工師や銀細工師や銅細工師が金属素材に様々な金属加工法を施し、宝飾デザイナーや宝石彫刻師が奇跡を用いて、 装飾価値並びに、市場価値、芸術的要素を加えたもの、送信具、ありがとうございます。